こんにちは大竹誠さんはただいまお手洗い中です今日は12月6日月曜日今日のパートナーははい北風小僧のカンタローカンタロ今年も町までやってきたやってきた北風小僧のカンタロから始めました朝ヶ谷島姉のエリコと妹の美穂ですはい なんで勝手に始めてんの <laughs> いやいやいやお手洗いギリギリにギリギリに,ギリギリに駆け込んで今もお手洗いに行ちゃったからなぜ勝手に始めてんのちゃんと正しくまっちゃっておきましたからカンタローの前には座ってらっしゃいましたけどねいいやいやもうちょっと歌い間に合いませんでしたね間に合いませんでした,でした改めてもたけさんすいませんダッシュできましたけど <laughs> お仕事途中でやめてきたの <laughs> やめちゃったら困っちゃうじゃないび <laughs> っくりしちゃう <laughs> スタッフがまだ大丈夫ですなんてでけど、ああそうなんってです。もう始まったよ。はい。こんにちは大竹まことです。今日は12月6日月曜日。パートナーはもう紹介したね。ご紹介します。すりました。はい。私の横にはこんにちは文化オーサナウンサー砂山慶太郎です。お願いいたします。寒くなったね。寒いですよ。 思いっきり話題変えないと、ずっとこの話され。そう、ね、<laughs> そりゃ、お手洗いが、きたくなりますよ。ずっと。<laughs> <laughs> 近くなります、お手洗い。そうそう。お前、あれ、ま何です、か何ですか。 今日今日着替えてないんで。あちょっとなんか私たちもちょっと次がありまして、ちょっと駆け出さなきゃいけないっていうのがあって、今日はちょっとお洋服。気がついたらもう五十七分ぐらいだった。それは言わないでいい。ほら見ろ。それは言わないで着替える時間。なかったんだ。なかった。私はもう一分でも着替えられましたけど、美穂さんがもう着替えなくていいこれはって言ったのよ、美穂さん。つ余計なこと言った時間がないですクリ時間がないからよ。 NHK ののドラマより仲仲良良くない、ね、<laughs> そんななない、ま、だいいいいいねそんんことすじゃ「始まる前もあれ,、はい、あれだよね、うんはい、まあね、まあ、ずっとくだらない話をしてたんだけど、はい、あれだよねあのまあ俺んちに、はい、まあ 数少ないけどちゃんといまだにお歳暮が届いてありがたいことだとお歳暮を頂いて何十年もね昔からの人もねお付き合いのある人がまあ一番最初の頃はね俺たちテレビ出るんで服がなかったわけ服がなくてそれで町の洋服屋さんに。 飛び込みで。ええ、服を提供してくれるってことを探したわけ。提供して。<う>くださるところってことですか?。うん、くださるって方、はい、なんかこう。えー、はい。 テレビ出るならって言ってねちょっとお借りできるようなところっていうかね。こ恥ずかしいんだけど俺たちシティボーイズって名前です。シティボーイズそうです。そうです。たじゃない今でもそうです。今でもそうですよ。まあ今なんですか。いやそうですた。現在進行形ね。現在進行形。お前今終わら終わらせ楽しいおしゃつや。過去形大滝さんお手洗いから戻ってくる早かったですね。難しい。

そうういいい意味でてじゃなのよまあそれでね何十年も前の話だけど洋服屋さん飛び込みで入ったところがねアバハウスっていうね当時のメーカーなのねでそこが洋服を提供してくれるとただで当時俺たちお笑いスター誕生とかっていうのにずっと出てたんだけどまあこう終わって並んだ始まる前かな並んだ時とかにまあその 何とか3人うまく、まあ、同じ服じゃないんだけどバランス取りながらそこの洋服をね提供していただいてたことがあって、はい、それがもうあのお世話のやり取りはあるんだけど、はい、もう何十年も,もお会いしてなかった、はい、この間ヘンミエミリーがあ、はい、あの電話かかってきて、はい、それで誰といる,といるかと。 思いますみたいな留守電が出れなかった留守電が入っててそしたらそこのね社長さんが間岸さんっていうんだけどねその方がお出な大竹さん久しぶり何十年ぶりかな間岸です」なんて今度飲みましょうよなんていう話をしてああそういえばお歳暮のやり取りはしてるけどあの会ってないなと何十年ももう会ってないわけね。 でそこの洋服はやっぱりとっても、まあ、アブハウスっていう会社はその後は大きくなって、はい、いろんな会社にね、はい、こう行くんだけど、はい、当時は3人か4人ぐらいでやってたちっちゃな会社なのね。あえーえー、で、まあ、向こうもどっかで自分、はい、あのうちの作ってる服を出したいなっていう思惑も、はいうん、ちょっとあったけど、まあ、俺たちの,、はい、あの貸してくださいっていう要望が強かったのね。 でそれを快く引き受けてくださったアバハウスの洋服ね、まあ、その後も随分い,いろんなあのブ,ブランドっていうのかな名前がレディースもできたりいろんなことをしてねそうそうそう、はいうん、なっていくんだけどねまあそこであの生母のやり取りをしててまあ今年もねもう,もうあれからだからもう。 40, からだから40年近くやりてる人てるからねそんな人たちがね今はお付き合いはちょっと薄くなっても、はい、あのいろんな方たちと、まあ、お歳暮ぐらいのね<ー>まあ俺はいい風まあね、まあ、今もうお歳暮なんて時代じゃないよとかね、うん、もうそんなのもなねって言われるんだけど、うん、まあそんなのが、まあ、少ないけどもうちは続いてたわけね。 でその中でさまあそういうのはいいんだけど、うん、その中であの、まあ、うちも多分そうなんだろうけど大体、はい、毎年決まったものをあねねねもうね、はいそっか定番で、はい、お前たちお政府なんか出してないだろう。はい、だろう お姓簿とか、でもあのいただいたらお返しするとかっていうそお礼のおねおねの毎年決まった方からっていうのはそっかお姓簿じゃないか。でも何人かいらっしゃる。何人かねくださる方いらっしゃいますけど。ケータローはお姓簿とかそういうのをどっかしてのいやもう全然やってないやってない今やらないんですか。やらなくなっちゃう年賀状ももう本当に最小限にして。確かに。 世話になってる上司には。世話になってる上司には。言葉だけですね。おもてとうございます。太田さんには。太田さんにあけまして。おめでとうございます。助けです。言葉だけ。でご挨拶だけです。そ <laughs> の,のご挨拶。えー、まあね、そうなっていくのかもしれないなと、まあ古い風習だしね。まあ、これがめちゃくちゃいい風習かって言われるとね。 ちょっと今の時代はどうなんだろうっていうのはあるけど俺はもう昔のあれだからまあ来たらお返しするまあこの年になるとそういう古い友人っていうかお世話になった方ももうあれだよね年賀はがきと同様に生きてる確認みたいなのもあるわけよ今年もねあそこからなんかこう。 うなぎの肝が届きましたねみたいなうなぎの肝の方だなみたいに思ってる感じがあるわけですよねやっぱりね <laughs> の物と思ってないやそういう場合あるじゃないですかんかその方をこの贈り物で覚えてるみたいなちょっとあったりするからあと地方に行った時にねなんか買ったりいろんなことして相変わらずなんか遠くの方からりんごが来たわよねみたいな親戚がね長野うちは長野女房方長野だから長野からなんか送ってきたわよねみたいなそんな中に一つね あのー、夏みかんの形をしたのかね、はい、夏みかんの形をして上から砂糖でずわーって全部まぶしてあるわけね。はい、で今日ね、はい、これ持ってきたけどなぜ持ってきたかっていうと、はい、夏みかんの形をしてて、うん、中がようかんみたいな中くり抜いてあってようかんみたいになってるのかな。はい まあ、ちょっとあれなんでできてるっつったっけああ白いんげん豆白いかん白いげん豆が使ってた多ん果汁もちょっと入ってる感じです、ね、い,やいやいやもちろんそ果汁が入っててはい、はい、そ,それを送ってくれる、はい、でそれがこう箱にね2個入って真ん中に皮だけを甘く煮たやつが入ってるんだけどもうオレンジさ もう二人でね、もう食え、食え、食えない。しかも私はあの糖質制限されてるわけで、糖質制限は辛いね。そうね、そうなもうね、毎年毎年頂いてたんだけど、もうこうなったら今年はもう食えないと。いくらなんでも、あ、さ、さ、砂糖の皮みたいになってるわけだから、砂糖のかもうこれもあれだよね。俺の仇みたいなものなわけでさ、来ちゃ持ってきてね。はで

なんかでも高級品な感じですそのみ夏みかんの代にいっぱい白い白い葉が入ってて本当に昔な昔から丁寧にね丁寧に作られてる感じしましただった渋い煎茶とかとちょっとずつ薄く切って食べるみたいなそうだね気持ちしそうだったね気持ちそうねあエリコは美味しかった美味しかったですやっぱりね本当にぎっしりしてて甘みもねすごくて香りがやっぱりあの 夏みかんま丸々に使われてるから香りなんですかなんかそのち, <laughs> ちょっとなんか,なんかいい生返事みたいにおたけさんになってますけどおい、ね、しく頂戴しましたけど私いや,私<は>いや俺あのエリコがこういの見てたんだけどはいなんですか一口食ってさ「はい、なるほどね」って言って。な <laughs> <laughs> そんな風に言ってたんですかな,なるほどねって言ったのお姉、ね、さん <laughs> 言ってました私なるほどねって、うん、いやいやいやや言いますでしょだからやっぱりその外側のね皮とののなるほどねって言って全部食べた <laughs> いやだから今ちょっと

まあまあねちょっと大事に取っておくというかね何をんかねなんかねって何してでもねちゃんと「でもね」じゃない「弁護してちょうだい私だって美ほさんおいしいよね」って言っみほさんはみんなでたくさんに割ったからその一切れは全部食べてたんですね うん、それは俺見てたたは、お姉さんはちょっと残しちゃった大事に残したじゃないです食大事に取っておくために置いと違う違う残したわけじゃないですよ私食べられなかったわけじゃないなんかティッシュに丸めてくるまなかった見てるわね見てるわすごくなんかティッシュにくるんだ感じがするんだけどえりこえりこえりこ 見てますね見てるのかすごい見てるのよそういう時なるほどねまだ聞こえてましたアクリル板越しだから聞こえてないと思ったのにでもほんなるほどのお味だったからねなるほどね悪いことじゃないですよね悪くないわよね辛辛いいならっって言てくれよなんだろうなるほど 確か、確かにね、美味しいってもなく、なるほどね。っって言ちゃ、じゃ、美味しくないわけじゃなくて、美味しいわけじゃない。美味しいって、言わずになるほどねって言っちゃったから、私が悪かった。ね、いや、いや、お前、その後にもう一回、もう一言言ってんだよ。続けては食べられないわね。ゆ、さん、言いました。そんなふに言ってたんですか。いや、だ、ちょっと大きい声で、聞こえちゃう。どっかに熱い、濃い煎茶はないか。それがあれば、食べられる。茶は、お茶は、やっぱり、ちょっと必須ね、お茶受けだわ。ね やっぱりね、砂糖が、ね、いっぱいかかってるからだからそんなね今時の軽いお菓子みたいにパクパク食べるもんじゃないなっていう,、うん、そうあ,りありがたくちょっとずつそういうお菓子だね切ってね飾ったりして、ね、飾ったり, <laughs> 飾ったり <laughs> ちょっとしばらくかなんかほら丸ごとですごい綺麗だからちょっとね,えねちょっとあの。

そそうううだよねも思今回は本当にだから頂いてそれをちょっと人数分に切っていただいたんですけど結構人数分多かったからだから最初の理由もうちももう2人だし食べきれないそう確かにあれは2人は半分ずも来まして大竹さん糖質制限糖質制限の真っ只中だからさっき敵って言ってましたけどね。 人からの頂き物は敵だって今の俺には敵だって言ってましたけどななるほどねよりもいいんだと思いますけど今の俺しょうがないじゃん統一制限受けてるんだからだから持ってたんだけどまあねこれは本当に言いたかないけど言いたかないけど20年だよ同じものが。

エリコがね。私じゃないですよ。<laughs> エリコじゃないですよ。名前出さないでください。びっくりしちゃう。本当。ね、エリコがね。何ですか。うんうん、もう。 本当にもうやめたからね。やめたから。あ、そうか、やめたから。くるんでますから。ティッシュにくるんだから。ねくるんでますから。ありがたく頂戴しますよ。続けて食べたくはない。続けて食べたくはないって言ってないんだけどな。かしいな、本当に。そういうふうに、あれだね。はい。

うちはないわね、そんなに来ないしね。いやありがたいね。果物とかね、果物とかありがたくね、そうてますあと、お金をお金で分けたりとかね。差しし上げまたやっぱ ちょっとするのがめんどくさいとか、いろんなことあったわけ、君たちの間では。私はあの美味しくいただいた。いや、よかったです。でも、あれ、ひげを、ひげ根をね、ちょっと一回炙ってから。カットしたりとか、そのまま吸ったりみたいな、まあ、ちょっとひと手間はね、ありますけど、でも、でも、まあ、あの。

困っったたから持てきんじゃないの違いますよいいものだからでしょみほ笑ってるけどいいやつだからね皆さんに食べてもらいたいと思ってきたわけじゃないですよ夏海がいいものだから持ってきたわけ俺正直困ったんだよちょっとやだちょっとやべ本当トやだもう困ってません困ってませんみんな困ってませんいいものを皆さんにお配りしたいお届けしたいっていうねただね 生ものとかはやっぱりね、はい、もう今二人しかいないからカニだとかね、あ<ー>あ生もの届いたらもうどうしていいか分かんなくなっちゃうね。そうそうああ<ー>、二<ー>人だから二人大変なんですよ。な蓋開けたらカキだらけみたいになるね。<laughs> もうこれはね、こう食べたいけど <laughs> ご,ご近所に分け分けないですか？ご近所には。 いやでもね生ものはねちょっと分けんのね難しい生ものはちょっと分けんの危険なんだろうなと思われちゃうからね。えっと君たちは福岡ロケに行ってきて温泉街で家族団体の旅行にあってなかなかお姉ちゃん

でちょっとね皆さんニコニコして私たちのほうが見かけてくれてるからどうもなんて言ってなんか笑ってるからお祝い事ですかって言ったらちょっと向こうにいたおさんがすっ飛んできてあ法事の方ですって言われてそれでもうちょっと私慌ててひ <laughs> らあやまりして申し訳なかった婚 <laughs> <laughs> 総裁あるのにちょっと逆光になっててね ネクタイの色が見えなかったんですよ、白か黒か。だからもう本当に恥ずかしいこの年になって。本当ほまにニコニコしてたらね。まあまあ、ちょっと、で、こちらがね、ちょっと、ほら、カメラなんかと一緒にいたから。ああ、なんて思って、ニコニコされて。たんニコさお祝い事ですか。はい、さらおかみさん飲んできて。ほうじですよ。ほうじ。もう、ささやきおかみのマックスマンだけ。ほうじです。では、やってしまったわね、あれは。ちょっと、謝った。申し訳ありません。申し訳ありません。ええ、待って、ちょ。 ちょっと離れてたんでまあ耳に入ったか入んないかギリギリかなと思って皆さん笑ってらっしゃるからまあまあ笑ってました、うん、笑ってました。 ですかいいややもまあ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 俺も多分ねご長老だったんじゃないかなと思いますよ随分と大人数いらっしゃってまあ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 でもあれだよねちょっとニコニコしてたらそう思っちゃうしね大往生だったらそれはいいしね。 とかね、なんか分からないんですけど直近ではなかったっはそれはもうこちらがあれですけど気をつけなきゃいけないです本当に不要意な発言本当気をつけなきゃいけないです。 はい、すみません。特にえりこさん口から先に行くタイプです私はね、あんまり言わない。黙って見てる、黙って得するタイプね。大竹さんも気をつけてくださいよ。本当に。そう、今日も結構言いましたから。前田さん、前田ってようかんくて、なるほどねって言ったんだ。いや、やくださいよ、持ち合う。持ち出すのやめてください、本当にもに。はい、慶太郎君。はい。え、今日ちょっとニュースに入る前にこちらからいきたいと思うんですが。え、三遊亭圓蔵さんがお亡くなりになりました。 11月30日ですね心不全のため亡くなりました76歳でしたまあ、新作落語数多く手掛けた方ですそれまで古典が中心だった落語界で新作の地位を引き上げた方でいらっしゃいます あの僕たち炎上さんにねすごい世話になってて当時炎上さんは新作落語をねまあその落語っていうのは古典が多かったんだけどその中で炎上さんが新しい落語をどんどん作って発表するわけよ、うんえー、もう、まあ、それでまあ新しい波みたいな感じで炎上さん一派がいたわけね。はいうん、そこにのの公演時とかああ まあ、シティボーイズが面白いらしいぞっつって呼んでいただいて<え>炎上さんなんかに呼んでいただいて、うん、まあ俺たちも、はい、まあ新しいことは新しい自分たちで作ってるからね、はい、ただまあそんなに面白くなかったやつもあるんだけど、はい、それをなんかこうあのとっても勇気づけのお言葉を頂い,いてね、はい、あの頑張ってやっていこうなとあ当時思ったね今日新聞見てお亡くなりになってね。うんうん まだそんな落としでないんだよね、確かね。七十六歳。ね<ー>、はあ。はい。ね。えー、ずっと作り続けていらっしゃったんだろうと思うし。はい、若手の方も育っていると思います。謹、はい、んでご冥福を、えー。お祈りいたします。はい、次です。はい、続いて朝日新聞の声、うん、社説なんですが。うんうん、えー、政治資金、与野党で透明化に動けとあります。はい。えー、総務省が去年の政治資金収支報告書を公表して。うん、まあ、この政治資金。 規制法なんですけど政治活動を国民の監視と批判のもとに置くことでその公明・公正を確保し民主政治の健全な発展に寄与することを目的としているんですが、うん、まあこれが、まあ、包み隠さず報告されているわけでもなく人が非常に不明瞭なことが 多いとあります、はいえー、政策活動費や文通費を含む政治資金の透明性の抜本的な向上に向けて与野党が足並みを揃えて動き出すべきだと占めてあるんですがあの文書通信交通滞在費ですね、はいすえー、こちらに関して、まあ、日本維新の会が、まあ、使い道も使い 明らかにするべきだと領収書の公開を義務付ける法案をまあ提出する方針なんですがまあその日本維新の会もその政策活動費の使い道の公開には後ろ向きになっていますまあこういう例も書いてありますがまあそんな中で今日から臨時国会始まりますが先週末、ですねこんなニュースが飛び交っています。文通通費改正先送り浮上えこれれ共同通信ですが国会議員に支給される 文書通信交通滞在費、これも一括で支払われますので今回の衆院選10月31日にまあ当選をした方にも丸々100万円が振り込まれたということでまあ問題になったものですけどえこの日割り支給に変更する法改正は3日、野党が領収書の添付による市と公開なども加えるべきだと主張して足並みが揃わず 今日から始まる臨時国会の成立は先送りされるとの見方が浮上したと、えー、同じタイミングで、えー、こちら自民党の茂木幹事長4日ですね、えー、野党側が求める使途の公開について臨時国会ではまとまらないと思うと、えー、法改正断念せざるを得ないと、まあ、こういうコメントを述べていらっしゃいます。はいえー、どっちかとというとこの流れで、はい こう文書交通費100万円はどうやら先送りみたいな話になってきたね。おっとまず最初に始まったのはこう成り立ての人が1日だけでも100万円もらえたとれはちょっとおかしいって言って日割りにしようじゃないかみたいなね話になって俺も。 こいたった1日で100万円はちょっとねいかがなものかというふうに思ってたわけだけどこれを今度国会では先送りすると全部先送りするっていう話になると1日100万円の話も先送りってことになるねそれでなくてもこの各党からねどれだけのお金がまあ各党お金持っててそれは議員にこう。 配られたりしてるわけだよね他のお金はね交付金だっけ助成金だっけなんか政党、えー交,ね、交付金だよね。うんうん、でこの政党交付金ももともといろんなとこからもらうよりも政党、うんまあ、交付金にした方がこうなんていうのあまりなんかこう増収賄、うん、みたいなことになんないんじゃないかっていうのがあってそうしたんだけどこれ税金から出てるわけだよね。うん まあそれみんなで決めたわけだよね、うん、国会議員の人たちがね、はい、政党交付に決めましょうってねで各党にお金が行って各党がこのお金を分けると人数によってっていう話だよね。はい、それプラスこの文書交通費っていう話なんだよ、ねはい、で思うのはまあこれ吉村さんは随分批判的なことをこう言ってたね、はい、なんかこうなんとかに群がってるみたいな意味合いのことを言ってたけど。 問題は議論しないのかとえまあ日割り計算ぐらいはまあやって、まあ、それはねあのまあ国会議員の人がまともに考えればよ、はい、一生懸命調べなくちゃいけないこともあるだろうと、えー、ね一生懸命なんかこう使わなくちゃいけない金もあるだろうって俺は思うよ、はい、それがこの100万円なのかどうかはちょっと別にして、はい、ただこの名目は。 文書交通費といって、うん、あれだよね飛行機代だとか新幹線代だとか、うん、これは議員は別に支給されてるわけだよねそれでまあ文書って言ってもね、うん、まあそれもこれだけメールが流行っててね、うん、まあそ,そんな大きな金じゃないだろうなと少なくとも文書交通費っていうのじゃ俺はないと思うんだよね。うん それをこう議論もしないで先送り、これ、野党の方は結構しましょうよって言ってるんだよね、はい、まあ立憲民主党と日本維新の会はま,あまず日割りにして、うん、そして使用分の領収書の店舗を含めた使途公開を求めて、日割りまでは与野党の足並みが揃ってるんですけど、領収書の店舗を含めた使途公開っていうところで足並みは揃わないと。うんうんはい まあね,ななねまあだからそこはね、まあ、正直その何て言うのかねか本当に一生懸命調べようと思ったらいろんなお金かかったりすると思うんだけど、うん、それやってるのかどうかが分かんないからね、うん、俺たちにはね。はい、ただそれこの名目上こういうお金で言っててその名目が違ってることはもう確かだよね。そうううじゃなくてこうこ,うこういうことだから もしお金を使うならね、はい、まあその領、まあなあでも今もう俺たち領収書も、はい、このなん何年か前からも領収書持ってこい持ってこいっても <laughs> 何飲んでも領収書領収、まあね、言われて言われて、<laughs> そうですね大変だよね。ねまあそれに比べてどうなんだろうっていうのとこ,こ,これで 与党の足並みが揃わない何,何を抜かし上がるっていう感じがするけどね <laughs> 議論はしなさいよとそれで与党はここがね嫌だから反対してますと、うん、野党はねここまではちゃんとしましょうよ、うん、ちゃんと話すりゃいいじゃないかね、はい、本当にこう、まあ、自分たちのもらうお金になってくるとなんかこう二の足踏むんだよね。うん はい、これからも一体どこまで続くんですかね。これは。はい、次です。えー、続いてこちら、うん、朝日新聞の一面なんですが、うん、カラオケで打撃。店舗一割弱減と見出しが出てるんですが。うん、カラオケ、居酒屋、ボーリング場、維持できない、こういう見出しが出ています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業や。営業時間の短縮は、遊興施設や。飲食店などに大きな打撃となりました。うんえー、全国でカラオケボックス。 9.7%、うん、居酒屋7.3%、うん、ボウリング場6.8%、うん、全国で減りました、うんうん、そして音楽ライブなどの公演数は66.6%の大幅減となりました、うんうん、あのなんかこれねきめの細かいこう制作ができなかったと、はい、だから、まあ、ボウリング場とかね 大きいところはもちろん支援金は出てるんだろうけどもそれでもやめてっちゃうということはやっぱしきめ細かく大箱特に大箱なんかカラオケなんかもそうだけど一律に出しちゃってね届かないの分かりきってる話でこれだけ減ってると居酒屋もそうだよね大箱だったりするとまたこれがもっと大きな箱だとね またちょっと違う話になってくるんだけど何箱って言ったらいいのかね56点展開しているような中規模のところとかっていうのは金大きかっったていうことだよね特にやっぱりボーリング場もかなりね維持費とかすごい大きいでしょうあそれだけで家賃も高いでしょうし維持管理費も高いでしょうしそれに見合ういわゆる保証だったり支給はなかったっていう。 だからといってね普通の寿司屋とかね、はい、あのなんかレストランがねあの暖気を受けてないかっていうとそうじゃないんだよね。ね、はい、みんなね、はい、さあまあこういうことになって、まあ、表はこうね裏はこうあのやっていっても大変だからって休業しちゃったというね,うねあのレストランなんかも あもう阿佐ヶ谷のカラオケ屋さんもしばらく休業してましたから随分休みだったわねようやく復活されましたけど私たちもなかなか行きたくても行けないような状態だったからそれこそ保証とかっていうね対策を何とか立ててもらえたとっても難しいこと言うようだけども地区によってちゃんときめ細かくねここだけじゃなくて手当てしなくちゃいけないところはね困窮世帯だとかいろいろあるだろうけども。 今度ね18歳以下、ねはい、10万円っていあその議論もですね,ね決まったけども<ー>まあこれもなんかこう本当にきめ細かくやらなくちゃいけないのとうもう一つは早く、はい、早くやらなくちゃいけないのが<ら>こうどんどん先送りになってるっていうことだよね。まあ聞くとところによるとコロナの配分した予算は <laughs> 結構たくさんまだ余ってるっていう話を聞いてるんだけどね、はい、早く早くその予算もあ予算はあるんだからね、はい、使ってほしいなと思いますねさあ今日も始めましょうはい改めましてこんにちは大竹誠です今日のパートナーは朝ヶ谷姉妹姉のえりこと妹の美穂です朝ヶ谷姉妹さん今日のメニューお願いしますはい この後は大竹の言いたい放題番組に寄せられたツイッターのつぶやきをご紹介します 1>, 1時40分ごろから中継コーナー、大竹サテライト、頑張れるルさんお休みということでリスナーの皆さんからいただいたメッセージ、ご紹介してまいります。うん 2時の時報の後は大竹発見伝ザゴールデンヒストリー今週は保護犬と暮らすというテーマでお送りします 2>, はい、はい、2時25分頃から大竹メインディッシュ今日のゲストはタレントの勝又国和さんです新しくお出しになったご本全力疾走するバカになれについてお話を伺います 三時十分頃からは大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。今日はオミクロン株の日本経済への影響というテーマでお話ししていただきます。はいはい、冒頭では触れなかったけどね、はい、今日森永さんがオミクロンに対して、はい、あの厳しく追求してくださってるんで。そちらの方をお聞きいただきたいと思います。はい、はい、はい、そして今日のメールテーマはこちらです。細かいことをガタガタ言うな、南京豆の皮でも剥いてろです。<laughs> 例えば「娘が私のファッションを細かくチェックしてきてすごくうざい」とか「うちの上司は小さなミス,をミスをいつまでもぐちぐちなじる」などどんな些細なことでも結構です。番組までメールファックスでお送りください、はい。のの末にねあのーはい <coughs> ちいことを言ってるんじゃないと梅干しの種でもしゃぶってろっていうのがあってちょっと好評だったんでね今回は細かいことをガタガタ言うな南京豆の皮でも剥いてろとメールたくさんのメールをお待ちしておりますメールアドレスがゴールデンアットマーク JOQR.net GOLDEN アットマーク JOQR.NET ドットファックス番号が東京ゼロ三五四ゼロ三一一五一 東京03-5403-1151ですなおいただいたメールファックスの中から抽選で毎日1名様にハリコのまこちゃんをプレゼント当選者は番組のエンディングで発表しますさらに番組中大竹さんと阿佐ヶ谷姉妹がこれはと思う歌よりメッセージの方にはプレミアムハリコ怒りのまこちゃんをその都度プレゼントしますこの後は大竹の言いたい放題です